あたしニナ、12歳。ごく普通の中学生だったんだけど、クリスタルパールという玉を飲み込んだその日から、あたしの生活は一変しちゃったの。それは魔法試験に使う玉で、試験終了時ちょうどにそれを持っていた受験生チームが合格してプロになれるっていう玉なんだって。受験生に狙われるってこと？泣くな！覚悟決めるしかねえな、ゼロ。ああ。方法はただ一つ。彼女を全力で試験終了日まで守り通す。薬ができて彼女の中からクリスタルパールを取り出すその日まで、彼女を俺たちの手で守る。こいつを？私をこの男の子たちが守る。どんなに恐ろしい敵にも果敢に挑み、愛する人と自分の夢のために戦う王子様のように、この二人が私を守る。私に買い物任せてお友達と旅行行っちゃうなんてどういうこと？お味噌にお米にお砂糖と、あとちょっと届かない。ちょっと、あたしゃもう少し背が欲しい。あ、これ。あ、ありがとう。他には？ゼロ、勝手にそんなお菓子入れないで。いいじゃねえか、ケチ。あ、えいへい、そんなもん買ってどうすんのよ。もう子供なんだから自分で払いなさいよ。皆様大変お待たせいたしました。ただいまよりタイムサービスを始めます。なんとこの袋に詰め込みたいだけ詰め込んで、たったの300。うわー、押さないでください、取り合わないでください。すっげー、今まで誰もいなかったのに、あの人が喋っただけで。魔法かな？違います。それにしてもよく買ったわね、ゼロ。本当にそれだけ食べる気？悪いか。おかげで商店街のチケットこんなにもらっちゃった。帰りに福引き引いて帰ろうよ。あ、一等は豪華温泉旅行だって。よっしゃ、俺はその一等を狙うぜ。何言ってんの、一等なんてめったに出ないんだから。こういう時はね、期待しないで二等か三等を狙うものなの。特に3等のお米券とか。出ました、出ました、おめでとう一等賞。針山温泉への旅、3名様ご招待。ドキドキ温泉セクシー伝説。でもさ、温泉って言ってもお父さんは出張中だし、お母さんも旅行中。どうすればいいのよこれ。みんな、ん？じゃーん！どうしたの二人とも。どうしたのって温泉だろがよ、温泉。え？支度はできたよ、みなちゃん。一位も行くの？一位も？温泉する、温泉する。なんだ、お前も温泉行く気か？
そりゃ行くずらね。買い物留守番だったずら、福引きもできなかったずら、温泉は絶対に行くずらよ、絶対に。3人で温泉。温泉！わあ、綺麗なとこだね。うまいもんあるかな。おっきな温泉にのんびり浸かりたいずら。で、結局3人で来ちゃったけど。もう許せないわったら許せないわ。あの子ったら一員様の一つ宿に入ってこんなことやこんなことやこんなことまでするつもりなんだわ。きっとこうなったら私のセクシーダイナマイトボディで一員様をクラクラにしちゃうんだから。ロッカ様、くれぐれもはしたない行動はお慎みください。いざチェックイン。やれやれ、気のせいか。まあどうしてなのよ。1位がお兄さんでゼロがいとこってことでチェックインしたのに、どうして部屋が私と一緒なのよ。じゃあ早速お風呂にでも行こうか。よっさ。え、浴衣浴衣。ちょっと待ってよゼロ一。何してんだよ、早くお前も着替えちまえよ。で、ああ私は後でごゆっくり。もういきなり二人ともレディの前で失礼だよ。やだやだ、私何ドキドキしてるの。ならもっとドキドキさせて差し上げましょうか。あなたはゴーです。え、ロッカ様の執事のゴーです。ニナさん、今宵はゼロも一位様も連れず一人っきりで出歩いたのが運の尽き。私がこれからあなたをもっとドキドキの遊びの世界へと誘って差し上げましょう。無限魔法ゲームスクエア。あれうわー、結構怒って。まさか。そう、気がつきましたか。ここはゲームの中、さっきあなたがいたゲームセンターのゲーム機の中。ねえ、元に戻しなさいよ。それより文句を言っていると落ちてしまいますよ。何よ、これくらいどうってことないわ。では始めましょうか、楽しいゲームを。グッドラック。何この子。あっ、安心するのはまだ早いですよ。ロッカ様がご立腹でして。お腹立ちをお沈めしないと。助けて。くっそー、どうなってるか。マジカルブレイク。ニナ、あと少しというところで。てめえ、教わらなかったのかよ。ゲームは正しく遊べってよ。ニナちゃん、ゼロ、お前はエスケープホール。待て。くそ、逃がしたか。大丈夫？うん、私はなんとも。でも、ゴーまでがニナを追ってここまで来てるとは、この先油断できないぞ。ああ。あらららあれあれあれ、これこれこれって、明らかに私が壊したゲーム機に乗ってる図だよね、こんな感じ。あらららら、ごめんなさい。おおあーずらずら。もうゼロったら、もう少し別の方法なかったの？
しょうがねえだろ。助けてもらっておいて文句言うな。でも、まあまあ二人とも無事だったんだから。でもゼロが。仕方ないだろ。ああするしかニナを出す方法が。君も受験生らしいな。ほう、すると受験番号004フォルテだ。同じく受験番号005ゴーだ。悪いがクリスタルパールは僕らがいただくよ。そして君に一つ忠告しておいてあげよう。あの子についている二人、つまり0と1を甘く見るとただでは済まない。中途半端な攻撃は身を滅ぼすことになるよ。それならこちらも一つ忠告しておこう。君が着ている浴衣は、僕が着ている浴衣は女性用だ。なんのバカ、黙ったらやっぱり女物じゃないか。だが妙に似合っている。あちゅらちゅら。じゃあ後でね、イナちゃん。うん。でももしお風呂で一人の時襲われたら。あ、心配しないで、ニナちゃん。ニナちゃんにはいつだって俺たちがついてるんだから。うん、そうだよね。0と1って今までだって守ってくれてたんだし。旅館の許可を得てバスタオルをつけているずら。だから温泉ぐらい思いっきり楽しまなきゃ。春山湖伝説。そういえばこの先の森にある春山湖の水に顔を映すと、そこに運命の相手が映るって言われてるんだっけ。あーロマンチック。でも私の運命の相手って、どうしよう。あの二人が運命の相手だったりしたら、あの二人今頃何してんだろう。あーお、着用しているずら。おい、一緒ってここは男湯だぞ。ロッカ様に何をするハレンチな。え、何もしてねえよ。いえ、今ロッカ様に抱きついて。ロッカ様、上がりましょう。このようなハレンチな男がいる温泉など。ロッカ様、ロッカ様。ああ大変だ。旦那様に何と申し上げればいいか。ロッカ様、ロッカ様。やだ、私ったら何考えてんだろう。別にあの二人が運命の人だって決まったわけじゃ。今のなしなし、もう恥ずかしい。何を恥ずかしいの。ビビビッとくいすぼどうしてここに？もちろんニナちゃん、クリスタルパールをゲットするためだよ。やっぱり。いくよ、召喚魔法ラッキーハンド。かわいい。でもそのアヒルちゃん育つよ。え、うわあ、ニナちゃん、そこまでだ。サン、白鳥が北の空へ飛んでいきやがれ。マジックスプラッシュ。あー、飛ばされちゃった。じゃあね、皆さん、また来るよ。なーにー、俺ちゃん助けて。けど足立つぞ。ここ足つったの。おい、大丈夫か、みんな。あ
ありがとう。大丈夫だよ。大丈夫。まさかゼロに対して防御魔法が発動するとは。見たでしょ。見てない。見えたでしょ。見てない。ちょっとは見えたでしょ。見えてない。私もお嫁に行けない。なんだよそれ。お前の胸なんか見たって面白くもなんともねえよ。バカバカ。もう最低。デリカシーのかけらもないんだから。バカ、胸見られて大騒ぎするなんてほんと子供ね。それともないから恥ずかしいのかしら。ロッカ様は少し慎んでください。だいぶ怒ってるな。最低、最低。お前の胸なんか見たって面白くもなんともねえよ。なんてデリカシーのないやつ。絶対許してなんかやらないんだから。どうするゼロ。ほっとけよあんな女。あんな女、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 あんな女。何があんな女よ。さ、ほっといて卓球しに行こうぜイチ。さあ、あ、別にいいもん。別に。でもゼロ、一、何？え、一、あ、え、卓球しに行ったんじゃなかったの？だってニナちゃんを一人にしていけるわけないだろう。あ、で、あいつはさ、ゼロはさ、言いたいことをそのまま全部言っちゃうから誤解されやすいけど、ニナちゃんのことは本当に全力で守りたいと思ってるんだよ。だってそれは私の中のクリスタルパールを守りたいからでしょ。うん、それだけじゃないよ。俺だって、そしてゼロだってね。なんでそんなことわかるのよ。ゼロのことまでわかるさ。ゼロのことならわかる。あいつのことなら全部わかるさ。私、卓球場は階段降りてまっすぐ行って右だから。え、一、早く行ってあげて。ゼロが待ってる。うん、早く。ありがとう一。私ったら、今日ゼロに二度も助けてもらったのに文句ばっかり言って。あの時も、あの時も。バカバカしけべ、変態最低。最低なのは私だよ。もっと言わなきゃいけないことがあるはずなのに、ゼロに言っておかなきゃいけないことがあるはずなのに。私、うりゃ、もうゼロったら全然下手じゃん。うっす、今日は調子が出ねえんだよ調子が。そりゃこれでどうだ。あー、一位様がいないとつまんない。おや、あー、一位様。ゼロ、ニナちゃんは？お前もニナちゃんと仲直りできたのか？え、ニナ？ニナがここに？来てないのか？ニナ！まさか。湖、運命の相手が湖面に映るという湖。でもゼロは、ゼロ、ゼロ、ゼロ。まんまと偽の張り紙でおびき出されてくれたようだね。だね。それじゃ早速。溺れちまうぞ。くぅ、もう少しだ。
だったのにな。フォルペ、残念。こうなれば二人まとめて始末してあげるからね。おおおおおお、前ばっかり見てちゃダメだよ。召喚魔法ワイルドキャットフィッシュ。今度は後ろにばかり気を取られてると。いや危ない、ゼロ、やだ、私をかばってるからなの、私をかばってるから戦えないの、ゼロ、戦って、私はいいから戦って、言ったろ、どんなことがあったってお前を守る、ニナを守るって。でもとどめだ、バイバイニナちゃん。そう、ゼロ、一位、ゼロ、今だ、遠慮なくぶちかませ。おう、言われなくても、ニナを守るためだったらありったけの力ぶちかましてやるぜ。うぅー、そう、私のこと守ったせいで怪我したのに、私謝らなくちゃ、ゼロに謝らなくちゃ。あのな、ゼロ、ごめん。なんで？悪いか、お前が怒ってるから謝ってやったんだぞ。あ、もしかしてゼロも私と仲直りしたがってた？ありがとう。え？ありがとう。おなら喧嘩やめだ、やめ、帰るぞ。さあ、みんな早く、ニナ、春山湖、湖に顔を映すと運命の相手が映ると言われる湖。でも私の運命の相手って、あ、ゼロ、一、これって二人とも私の運命の人ってこと？あ、こら、帰るぞニナ。風邪ひいちゃうといけないからね。まあいっか、今はどっちでも。あ、待って、待ってよ二人とも。遅えよ。二人がいてくれれば。あー、ジラ、誰か助けてジラ。二人残せてしまったズラ、あーズラ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 。胸の高鳴り
ちゃんとポーちゃんっていつも一緒にいるよね。魔法試験のパートナーだからじゃねえの？いや、俺が二人に出会った時からずっと一緒だったような。一体二人の過去に何があったのかな。誓ったんだ、あの日あの時に。次回守ってロリポップ、7月17日の3、3、これからもずっとポーちゃん遊ぼう。